こんにちは、CRDです。今日はですね、またスニーカーズについてのお話になります。2日前なんですが、こういった動画を上げました。スニーカーズの限定アクセスがですね、新しくなって、新しい機能というか、サービスというか仕組みが一つ増えて、限定抽選とかですね、あと限定アクセスそのもの自体もですね、少し、やり方が変わるというふうなことをね、説明されてたということで、僕がですね、それについて解説をしたっていう話だったんですけれども、スニーカーズの方でね、説明されてたこの限定アクセスの、何が変わったのかっていうね、詳しい説明があったんですけども、それがですね、結構分かりにくくて、多分ね、英語をね、アメリカのスニーカーズの文章をそのまま直訳したような、そんな感じのね、内容かなと思うんですが、日本語的に理解が難しいところもちょいちょいあったっていうので、僕がですね、こうじゃないかっていう風に思うところ、僕のね、あくまで解釈として解説をさせていただいたって感じだったんですね。なので、もしかしたら別の解釈があるかもしれませんが、おそらくこういったことであろうということをね、お話をさせていただきました。この動画の際にも言ってたんですけれども、そもそも最近ね、限定アクセス自体そもそも結構少なくなってたもんですんで、スニーカーブームも落ち着いたこの時期にですね、アップデートしましたよということをやってもあんまり需要ないんじゃないかっていうふうな声もあったんですけれども、最近もですね、やっぱり注目作のスニーカーっていうのは売り切れたりするわけですね。二次流通もありますけども、やっぱり公式で定価で買いたいという人も多いかと思いますんで、こういったね、限定アクセスでチャンスが広がることについてはですね、肯定の人も多いんじゃないかなと思いますね。そしてですね、この動画結構反響いただいたんですけれども、その動画のコメント欄を見るとですね、注目度の高いコメントが一つあってですね、それをちょっと紹介したいんですが、こちらですね。スニーカーズパスはやめてもらいたい。ただでさえスニーカーショップが東京に集中しているのに、地方民は抽選にすら参加もできないということでね、コメントがありました。直接ね、限定アクセスとはこのコメントは関係ないんですが、スニーカーズつながりということで、限定アクセスと似たような機能の一つとしてスニーカーズパスっていう機能がありますね。機能というかサービスですね。あらかじめ新作のスニーカーを発売前に予約して取り置きできるっていうサービスなんですが、そのスニーカーズパスに対しての不満のコメントにですね、グッドがなんと70件以上ついているという、そういった状況なんですよね。僕の動画結構ね、コメントをたくさんしてくれる方多いんですけれども、一つのコメントにここまでグッドつくことってなかなかないなっていうふうに思って、それでこれは視聴者の皆さんもしかしたら結構関心があるのかなと思ってですね、以前にもスニーカーズパスについて、僕がね、動画を上げたことっていうのは何回かあったんですけれども、改めてね、このスニーカーズパスについて、どんな仕組みなのか、どこに不満を持たれているのか、そしてナイキの意図はっていうところ、こういったところをですね、お話をしていきたいと思います。いろいろこれについてはね、皆さんの意見もあるかと思いますんで、動画を見ていただいた後でよかったらコメント欄でね、意見も聞かせてください。ということで、よろしくお願いします。はい、それではここから詳しくお話をしていきたいと思います。まずこのスニーカーズパスっていうのはどういう仕組みなのかというところを解説していきたいと思います。せっかくなんで、ナイキのね、公式の説明文章がありますんで、そちらをね、読んでいった上で解説をしていきたいと思います。まずはですね、最初こちらの文章を見ていただきたいと思います。ナイキスニーカーズパスとは、スニーカーズパスはスニーカーズアプリで利用できるナイキメンバー限定特典です。お客様のサイズに合った人気のスニーカーを高性かつ便利に抽選で購入することができます。当選した商品は最寄りの販売店で購入して受け取ることができます。スニーカーズパスの提供時にはスニーカーズフィードで確認できます。サイズの選択には十分な時間が設けられています。抽選期間が終了すると当落生について通知されます。受け取り予約画面でシューズ、サイズ、受け取り日、受け取り場所を確認する内容が表示されたら取り置きは完了しています。スニーカーズパスには端末 GPS の位置情報を使用して当選商品を受け取れる最寄り店舗の所在地を表示する機能があるため、位置情報サービスとプッシュ通知を有効にすることをお勧めします、というふうにですね、説明をされているということですね。ちょっと文章がですね、長かったので要約するとですね、このスニーカーズパスっていうのはナイキメンバー、要するにナイキのメール会員ですね、スニーカーズ持ってる人、スニーカーズアプリ入れてる人は皆さんこれに該当するんですが、そのナイキメンバー皆さんにこのスニーカーズパスが送られるということなんですね。そしてこのスニーカーズパスを受け取ってエントリーすると、一般発売前の限定スニーカーをですね、購入するための予約をですね、抽選で取ることができるわけなんですね。ここまで聞くと本当に公正で、便利な抽選方法っていうかね、サービスだなというふうに思う方が多いと思うんですけれども、文章の中でちょっと気になる点がありましたよね。それが GPS、 あと最寄り店舗っていうところですね。これどういうことかというとですね、このスニーカーズパスっていうのは受け取れる店舗っていうのが決まってるんですね。そしてその受け取れる店舗からですね、半径20キロから40キロメートルぐらいのですね、範囲の方しか受け取れる権利がないというものなんですね。となってくるとですね、その受け取れる対象の店舗の近くに
にいない方、店舗から遠い方はこのスニーカーズパスを受け取れる資格がないという風になるわけなんですね。そしてですね、ここが一番多分不満につながるところかと思うんですけれども、このスニーカーズパスがですね、実施されるのは基本的にほとんどがワールドオブフライト渋谷なんですね。東京にあるジョーダン専門店になるんですけれども、ここで受け取ることがほとんどになるので、首都圏に住んでいる方以外はこのスニーカーズパスの恩恵にあやかることができない、参加すらできないというふうなですね、そういったことになってるわけです。となってくると、やはり地方に住んでいる方、僕は大阪なんですけども、大阪に住んでたらもちろんね、東京にいないんで条件に当てはまらないということで、スニーカーズパスは来るんですけれども参加することはできないというふうな感じになるわけですね。そういったことから地方の方中心でですね、こういった不満が募っているということですね。過去にはこのワールドオブフライト渋谷以外の地方の店舗でもですね、受け取ることができたこともあるんですけれども、それは結構稀で、最近は基本的にはもうね、ワールドオブフライトでしか実施されないというふうになっているのがこのスニーカーズパスということなんですね。これがナイキの説明文にあるように公平なのかというふうに言われればですね、まあもう地域をね、限定して店舗を受け取れるところを限っている時点で、これ公平じゃないんじゃないかっていうところが皆さんのね、思うところなのかなっていうふうに思いますね。スニーカーズパスで受け取れる対象のモデルっていうのが割とね、レアモデルが中心なんですね。もうすでに完売になっているものとかが多かったりします。例えばですね、歴代のトラビスエアジョーダン1系のスニーカーっていうのは大体ね、スニーカーズパスが出てたりします。トラビス AJ1 ローのオリーブもね、スニーカーズパスありましたね。現在では二次流通価格だと大体10万円から20万円とかっていうね、そういったものだったりしますし、それより前にはですね、2022年エアジョーダン1のロスト&ファウンド、かなりもう人気ですよね。これもこちらも東京のワールドオブフライト渋谷で、スニーカーズパスが用意されたということで、これ発売前にね、もうすでに購入することが確定するというですね、めちゃめちゃチートな感じなわけですよ。サービス的にはですね、かなり僕は面白いと思いますし、こんな予約できたらテンション上がりますよね。発売日にね、お店の方に取りに行かないといけないっていうのがあるんですよね。あとリザーブ期間っていうのが一定期間決まってて、その予約期間の間にですね、行かないと、この効力がなくなってしまうんで、ちゃんとね、買いに行ける方だけがもうこれに応募するというか、そういった必要があるんですよね。で、身分証明書もいるんですね。取りに行った人の身分証明書がいるということで、その身分証明書に記載されている名前と、その自分が登録しているナイキメンバーのユーザー名ですね、登録名が一致しないといけないとかね、そういったことがあったりしますんで、代理で誰か行ってもらうこともできないっていうのがありますんでね、そのあたりをね、もう本人さんが行くしかないんで、厳しくはなってるんですけれども、まあそんな感じでですね、東京にいる人だけがこれ優遇されるシステムっていうところに対して不満をね、持ってる方が多いのかなというところですね。で、なんでナイキがこのスニーカーズパスを東京に集中してるのか、不満の声が上がってるにもかかわらずですね、最近もずっと東京ばっかり、ワールドオブフライトばっかりでやってますよね。この理由について考えたんですけども、おそらくですね、ナイキとしては、このワールドオブフライト渋谷っていうところをすごく大事にしてるんじゃないかなというふうに思うんですね。それはいくつかおそらく理由があると思うんですが、一つはですね、僕は思うにおそらく、まあ東京なんで、一番ね、都市として人口が多いわけじゃないですか、日本中で。だから優先するとしたら人口が多いところ、イコールナイキファンが多いところっていうことで、東京にしてるというところがあると思いますね。やっぱり東京っていうのはもう商売の中心っていうこともありますし、例えば地方でですね、行列ができるのと東京で行列ができるのとだったら全然違うとかね、そういったことがあるかと思うんですね。やっぱり見え方、日本の中心でもありますし、その東京のですね、ど真ん中である渋谷にあるワールドオブフライトにですね、特別な価値を持たせるという意味でも、こういった、東京に集中しているというところがあるかなと思います。そしてこのワールドオブフライト渋谷自体もですね、結構最近にね、できたところなんですね。つい去年なんですよね。2023年の3月に、できてですね、確か25日にオープンになったんですよ。っていうようなお店なんで、日本の中で唯一の公式の旗艦店、ジョーダンブランドの旗艦店っていうところなんで、ここでやるのはどこでやんねんっていうぐらいですね、重要で優先度の高いお店っていうことですね。それにですね、最近もう地方でも、ナイキのね、直営でやってるお店っていうのが減ってきてたりするんですよね。例えば大阪、僕が住んでるとこもそうですけども、ナイキ大阪がこの前ね、閉店しましたよね。あれナイキの直営店なんですよね。百貨店のテナントなんですけども、運営してるのはナイキの公式でね、運営してるところで、ナイキ大阪の内情に詳しい方からもお聞きしたんですけれども、このナイキ大阪に関してはですね、ナイキが直営でやってるお店だったということですね。なんですけれども、もうすでにね、閉店になってしまっているということで、現在はナイキ心斎橋っていうお店がね、あるんですけどもね、そのナイキ心斎橋っていうのはフランチャイズなんですね。直営の店舗じゃないそうです。そして同じく関西では、ナイキ京都もありますけども、このナイキ京都もフランチャイズなんですよね。だからスニパスとかをですね、なかなか実施する対象のお店にならないのかなっていう感じがするんですね、地方に関しては。それにスニパスが実施されるのって、やっぱりジョーダンブランドが多くて、ジョーダン1とかね、ジョーダン4とか、そういったものをですね、スニーカーズパス出すんであれば、やっぱり、ワールドオブ
ブフライト渋谷がね、ジョーダンブランドの日本唯一の旗艦店ということで優先されるのは仕方ないのかなっていうふうに感じるところがあります。といった感じで、おそらくナイキ側としては、そういったね、もろもろの理由から、東京に集中してスニパスを出しているってことなのかなと思うんですね。ただやっぱりね、ちょっと振り返ってみるとですね、やっぱりあの、構成にって書いてるところ、いかにも全員にチャンスがあるように書いてあるところに関してはですね、この一文ちょっとね、本当かよっていうふうに思っちゃう部分があったりとかするし、不満が多い理由としてはやっぱりね、あの対象じゃない人にも全員送ってるからっていうところがあるのかなと思うんですね。まあ、これ全員送ってる理由としてはおそらくなんですけれども、その位置情報の話がね、説明文にも書いてましたけれども、これはスニーカーズに登録している自分の住所じゃなくて、今現在いてる場所っていうのがこのスニーカーズパスを実施する店舗から近いかどうかっていうところを測ってるんじゃないかなと思うんですね。なので例えば大阪に僕はいるんで、スニーカーズのですね、住所の登録欄は大阪にしてますけれども、僕がたまたま東京に行った時にスニーカーズパスが配布されて、そしてエントリーができますよってなって、僕はそこでエントリーしたら、僕がいる場所は今は東京なので、スニパスの抽選に応募することができるという、そういったことなのかなと思うんですよね。なので地方に住んでる人でも、もしかしたら今東京に来ているかもしれないということでですね、対象じゃない人も含めて全員に通知を送っているという、そういうことなのかなと思うんですね。なのでちょっとね、まあ鬱陶しくはあるんですけど、その自分が県外のところに住んでるのに、現在ねいてるのに、これが送られてくるっていうのは鬱陶しいところあるんですけれども、ナイキとしてはおそらく、平等っていうのはそういう意味でね、東京にいらっしゃる皆さん、そのねワールドオブフライトから近い皆さんには平等ですよと、そういう意味なのかなという感じなんですよね。スニーカーズパスを実施する店舗に、物理的に近い方ですね、今そこにいる方はみんな公平ですよという、そういう意味なのかなというふうに思いますね。ちょっとね説明不足感は否めないかなというところではありますが、おそらくそういう理解なのかなというふうに思います。だからナイキとしてはですね、ワールドオブフライト渋谷中心でこのスニーカーズパスをいつも実施してるっていうことだとか、あとね、全国のナイキメンバーに全員配布してるってこと、まあ見境なくというかね、今どこにいるかとか関係なく全員に配布してるというところに関しては、まあ合理的なやり方だろうということで実施してるんだと思うんですよね。ただナイキファンっていうのは全国にたくさんいますんで、たまにね3回に1回ぐらいワールドオブフライト渋谷以外のところもですね入れてやると、僕は不満がちょっと減るのかなと思うんですよね。今回は大阪です、今回は福岡です、今回は名古屋ですみたいな感じでですね、一応ねナイキの店舗自体はねフランチャイズかもしれないですけどあるんで、そこと連携を取って少ない数でもいいんでスニーカーズパスをですね実施できる店舗を増やした方がいいのかなというふうに思うところはありますね。まあそれもですね、フランチャイズとの連携が取れるかどうかというところに関してはですね、何とも言えないところですけれども、まあもしくはねそれができないようであればですね、前まで結構やってたそのスニーカーズスタッシュってあるじゃないですか。以前大阪の梅田で会った時も僕行きましたね。会話しなかったんですけど、というかまああの仕組みがよく分かってなくて、僕はね全然スタッシュを見つけることができなかったってだけなんですけれども、そういった催しもありました。大阪だけでこれは実施されたんですけれども、こういった試みをですねちょいちょい増やしていけば僕は面白いのかなというふうに思いますね。コストの問題もあると思うんで、毎回毎回ってわけにはいかないのかもしれませんけどもね。あとは地域限定で限定アクセスとか、スニーカーズリザーブって言ってね、リストック祭りあるじゃないですか、ああいうのとかもやって対象にしてみても面白いかなと思いますね。まあどんなやり方するにせよですね、不満をゼロにすることっていうのは多分難しいと思うんですね。そういった観点から考えるとですね、今のスニーカーズパスはその一番人口の日本で一番多い東京で実施することによって不満を最小限に減らしているっていうところがあるのかもしれませんが、まあそれもね一つの地域でやることを前提とした場合、東京が一番ね的確っていうところなんですが、何店舗かでやったらね多分あんまり不満生まれへんのかなと思いますけどね。まああくまで僕の一提案というか、そういう風にした方が不満は少なくなるんちゃうかなという風な考えですね。そもそも今ねスニーカーズパスをもらってまで欲しいスニーカーないわっていう人もね中にはいると思うんで、やっぱ高いんでね、まあ何せよこのスニーカーズパスはですね、今のところワールドオブフライト渋谷が中心になっているというところはしばらく変わらないんじゃないかなっていう風な感じですね。今後もしかしたらね、もうこのお話をしている段階ですでに、ナイキがですね地方に目を向けていろいろ面白いやり方でですね、まあ平等性のあるようなイベントを企ててらっしゃる可能性もありますんでね、そこには期待したいところですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はねこのスニーカーズパスについて、まあ以前もね同じような話をしたことあるんですけども、改めてさせていただきました。まあこれはですね、スニーカーズパスに関しては僕はもうおまけぐらいのもんやなというふうには思ってるところがあってですね、本ちゃんはやっぱりねスニーカーズで一般発売されるその日のですね、朝9時からいつも抽選ありますけども、あれかなと思ってるんで、たまにね大阪でスニーカーズパスとかあると、おーあるんやっていうふうにねびっくりすることあるんですけど、もう今後に関してはね、あんまりもうその直営でやってるお店も地方にない
ないんで、東京中心というところは変わらないのかなと思いますね。でスニーカーズパスをですね受け取りたいんやったら東京に住んだらみたいな感じのことを言う人たまにいるんですけど、そんな動機で住む人僕聞いたことないから、それはちょっとねなんかとんでんな話がというところは思いますね。ちょっと理想を言ったりとか、こういう風になったらいいなっていう風に思う意見を言うぐらいはね、自分の願望を言うぐらいはねいいんじゃないかなと僕は思いますね。そんな激起こしてるわけじゃないと思いますし、例えば競合のアディダスはスニーカーズパスみたいな感じであからさまに東京優遇のね制度っていうのがね、あるわけではないと思うんですよ。だからそもそもスニーカーズパスなかった方がええんかなとかってね思ったりするとこもありますが、でもやっぱね東京って家賃高いですからね。まあその東京に住めっていうのは暴論としてもですね、東京に住んでる人多分生活費とかすごいね地方と違うと思いますね。そのぐらいの恩恵あってもええんかなみたいな気はちょっとしましたね。でもやっぱりね比率で考えると東京がね一番圧倒的にナイキファン多いと思いますけれども、全国その東京以外対東京やったら東京以外の方が多分東京よりもナイキファン多いんじゃないかなと思うんで、そういう意味ではねいろんな地方にもですね同時並行してスニーカーズパスやるとかね、何かしらですね、平等性の高い東京のみに一極集中しないやり方でした方が不満は減るのかなっていうのは思いましたね。改めて皆さんいかがですかね。今回このスニーカーズパスについていろいろお話をさせていただきましたが、あくまで僕の思うところについてね話したところが結構多かったので、よかったらコメント欄に参加して皆さんの考えも聞かせていただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。消耗品くらいが俺にはちょうどいい。どうでもいい、汚れてもいい、壊れてもいいし取られてもいい、聞いたことないけどそんぐらいいい。特別じゃなくてもオンラインにラフなインライン、ラフなインライン。